皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はクロマチック練習という数あるギターの練習の中でも一番シンプルな練習方法を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。基本のクロマチック、それの応用と応用みたいな感じで、まあ、3パターンほどやってみたいなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、この動画を作ると見ている方の中には、クロマチックで絶対やらなきゃダメなの？超つまんねえし、マジやりたくねえんだけどっていう人も多いかと思うんですが、まあ、ぶっちゃけやりたくなかったらやらなくても全然大丈夫です。ただ、覚えておくと便利かなと思います。なんでかというと、とりあえずギターを練習しようかなと思ったときに、最近弾きたい曲ないんだよなと思ったとき、とりあえずクロマチックをやっておくとか、あと、1日の最初にギターを触るときに、普段の練習に入る前に、クロマチックでウォーミングアップをしてから普段の練習に入るなんていう使い方もするとですね、なかなか面白いと思いますし、覚えるだけだったら全然簡単なことなので、ぜひご存じない方は覚えていただけると嬉しいなという感じでございます。では、ちょっと実際にやってみましょう。こんな感じの練習方法です。それぞれの指を使って、左手の4本指全部を使って一つ一つ、この音階を登っていくような地味な練習方法でございます。で、ゆっくりでもいいし、速くしていってもいいし、まあ、この辺は皆さんの習得具合といいますか、レベルに合わせて調節をしていただければ、良いような練習方法でございます。やってみましょう。すでにクロマチック練習をご存知の方は、もうそんなの知っているから早く先行ってくれって思っちゃうかもしれないですけれども、ちょっとお付き合いください。まず、人差し指で6弦の1フレットを押さえます。で、その状態で右手でピッキング。こんな感じ。その次は中指で2フレットを押さえて、ピッキング。その次は薬指を押さえて、ピッキング。小指を押さえて、ピッキング。6弦の1フレットから順番に、それぞれ4本の指を使って音階を上っていく、そんな感じの練習方法です。で、最初は右手はダウンピッキング、振り下ろす方のピッキングだけで大丈夫です。セイ、セイ、セイ、セイ。こんな感じです。で、ここまでいったら、弦を変えましょう。5弦に行きます。5弦の1フレットから、セイ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 。同じように4弦から、セイ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 。3弦から、セイ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 。こんな感じです。もう一回やってみましょうか。6弦の1フレットから、セイ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 。こんな感じです。で、ちょっと続きに行ってみましょう。このまま左手を1フレットずらして、5フレットから降りていきます。小指側から5フレット、4フレット、3フレット、2フレット。音階が降りていくわけですね。で、1弦が終わったら、2弦に行って、同じように3弦に行って、4弦に行って、5弦で、6弦。これで1周です。その次はまた同じように1フレットずらして登っていきます。で、ここまでいったら、1フレットずらして2周目、後半ですね。で、今ので2周が終わりました。その次3周目はまた同じように1フレットずらして、低い方から高い方に行って、1フレットずらして高い方から低い方へ行って、1フレットずらしてっていう感じで、どんどん繰り返していくような練習方法です。あんまりこうね、ずっと15フレットとか17フレットとか、この辺まで行っていると、まあ、弾きづらいし、いい加減飽きるので、大体目安として3周くらいできるといいなと思います。ここからスタートして、ほいほい1周、登って降りて2周、登って降りて3周、このくらいが目安です。で、女性の方とか手の小さい方は特にですね、この1フレットからのクロマチック、すごい辛いと思うんですよ。1フレットから4フレットまで、これ辛いなと思ったら、5フレットスタートで大丈夫です。5フレットからスタートして、
で、登って、降りて、1周。で、ここから2周。で、次は3周。で、ここで終わり。という感じでも全然大丈夫です。どうでしょうか。なんとなくできましたでしょうか。で、本当はこれ、メトロノームとかと合わせてやりたいんですけれども、ちょっとその話は置いておいて、3つほど守っていただきたいポイントがあります。すごいゆっくりでいいので、めっちゃゆっくりでいいです。もうリズムがガタガタになってしまってもいいので、もうすごい守ってほしい3つのポイントがあります。まず1つ目、手の形。フォームということですね。左手のこの指、それぞれの指をあんまりバタバタさせないように弾いていただきたいんですよ。ちょっと僕の指を見てみてほしいんですけれども、なんかこう、無駄な動きがないというか、本当に指だけ動いている感じがしませんか。これを極端に悪くやると、こんな感じで、使わない指がもうバヨーンとどっかに行っちゃって、しかもそれぞれ指を押さえるときに手ごと行ってしまっているみたいな。なんかこういうのが、まあ、これは極端ですけれども、こういうのが よろしくない例です。手の形をできるだけ変えずに、そのまま固定してといいますか、安定させて弾くというのがまず1つ目のポイントです。で、これがうまくできないよという方はですね、ちょっと親指の位置を見直してみてください。親指。こっち側の4本の指よりも、実は親指の方がすごく大事で、親指が例えばこっち側にあったら小指ってすごいきついじゃないですか。逆にこっち側に親指があったら人差し指がすごいつらいし、親指があんまり上からこう覗いているようだったら小指届かないし、みたいな感じで。できるだけ親指はネックの真ん中ら辺にこんな感じで添える形で置いておくとやりやすいかなと思います。これがあっち行っちゃったり、こっち行っちゃったり、もしくは立ったり、上から覗いちゃったりしないように気をつけると良いかなと思います。で、その手の大きさとかね、フォームがまだ安定しなくて、そんな広がらないよという人は、先ほども言ったとおり、5フレットスタートとかでも大丈夫です。こんな感じ。5フレットスタートするとこんな感じ。今余計な音が鳴りましたね。まあ、聞こえなかった音にしてください。で、1つ目の手の形はそんなところです。で、2つ目は、ピッキングとフィンガーリング。ということで、まあ、言葉で聞くと何のこっちゃって感じですけれども、左手でこの押さえた瞬間にピッキングをするということです。できるだけ音を伸ばすという感じですかね。言い方を変えれば。うまくやると、ファの音があって、次の音が伸びて、伸びて、伸びて。極端に悪くやると、こんなの。まず、人差し指の音を出したら、中指のこの2フレットのフィンガリングと同時にピッキングをする。セーフ。悪い例としては、人差し指を引いて、中指を押さえてからピッキング、薬指を押さえてからピッキング。こんなのは NG です。人差し指からスタートして、中指が押さえると同時にピッキング、薬指が押さえると同時にピッキング、小指が押さえると同時にピッキング。すんごいゆっくりです。音をしっかり伸ばしながら。ほい、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 ほい。で、降りるときも同じような感じですね。今はこれ、登る方じゃないですか。そして降りるとき、小指からスタートしますが、小指が離れると同時にピッキングです。極端に悪くやると、こういうのは NG でございます。
できるだけ音を伸ばすような感じで、ピッキングとフィンガリングを常にこう同時にやるような感じで臨床してみるということです。で、3つ目、切り返し。どういうことかといいますと、まあ、最初1フレットからスタートしますよね。登っていきます。モリ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 と。で、登り切ったところから1フレットずらして、今度は降り始めるんですけれども、このときに間が開かないように気をつけてください。途中からちょっとやってみますと。こんな感じで、そのつなぎをスムーズにするという感じですね。こっちもスムーズにつなげて、間を空けないようにすると。こんな感じです。いくぜ、いくぜ、おい。よし、来たぜ、そろそろ。こんな感じでしょうか。先ほども言ったとおり、その右手のスピードはこんなに速くなくてもいいので、もっとゆっくりでいいです。とにかくできるだけ止まらずに弾くという感じですね。すごいゆっくりでもいいので、これをキープしたまま。極端に悪くやると。こういうのはできるだけ避けてください。その切り返しのところはできるだけスムーズにつなげるという感じでございます。手の形、ピッキングとフィンガリングをちゃんとこう噛み合わせる、そして切り返しはスムーズにつなげる。とりあえずこの3つをしっかりと実践できるように練習してみてください。で、まだまだちょっと初心者の方に向けた話が続いてしまうんですけれども、次はちょっとメトロノームに合わせて練習をしていってみましょう。初めてこのクロマチック練習をするよという方は、テンポ100ぐらいから、チャレンジをしてみてください。全然これができなくても大丈夫です。できなかったら遅くすればいいので、とりあえず100。できればそのメトロノームの、ね、実機があると嬉しいんですけれども、まあ、最近はこういう iPhone アプリとか、あと Windows とかでも、ね、そのメトロノーム無料とかで探せば、まあ、そういうのがアプリが見つかったりとかしますので、ちょっとこれをまず見つけてきてください。で、メトロノーム100で鳴らすと、こんな感じで、プッ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 と。4つの音が鳴っております。4つじゃなくて、実際は無限大に、無限になっていくんですけれども。とりあえず4つ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーだとして、このそれぞれのピのところに2つずつ音を重ねていきます。こんな感じ。ちょっとやってみますと。こんな感じです。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。で、これをもちろんやりながらも、その手の形のこと、ピッキングとフィンガリングのこと、切り返し、ふいのことも気にしながら練習をすると。これをちょっとやってみて、早い、間に合わないと思った方は、100よりもどんどん遅くしちゃって大丈夫です。まだまだいけるという方は、逆にどんどん上げていっていただければ OK です。こんな感じでしょうか。メトロノームとうまく合わせられないという方はですね、また別に、そのメトロノームと合わせる練習という動画もアップしておりますので、そちらをまず確認していただければなという感じでございます。どうでしょうか、メトロノーム練習。すげえつまんないですよね。僕、ぶっちゃけすげえ嫌いです。こんな紹介しておいてなんですけれども。そうですね、100。まず最初100がちょっと壁かなという感じですね。これからどんどん速くしていって、まあ、120とか。で、一つの目安として140を超えてきたぐらいで、ダウンピッキングだけだとちょっと辛くなってくるかなと思います。
で、ダウンピッキングだけでもいいんですけれども、ダウンピッキングだけじゃなくて、ちょっとアップピッキングも使ってみようかなという方は、ダウン、アップ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 という、オルタネートピッキングというやつですね。オルタネートにもチャレンジをしてみていただけると嬉しいなという感じでございます。どうでしょうか。とりあえず、この1本目の動画では基本のクロマチックのお話をさせていただきました。もうすでにクロマチック練習をご存知で、もうある程度やってるよ、知ってるよ、そんなことはという方はお待ちかねでございます。次の動画でその応用のさせ方についてご紹介してみますので、ぜひともチャレンジをしてみてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。